どうも皆さんこんにちは、血液中継でございます。ということでまた大規模アップデートが入っていろんな新しいマップとか兵士とか出たんですよ。でそれ使いながらちょっと思ったんやけど、まあ、それよりも実際の戦場の一人となってやってみたらどんな感じなのかなっていうか、いやまさしく戦場シミュレーターじゃねえと思ってね今までなんかあんまりシミュレーターやってなかったからちょっとやってみたいなと思って、まあ手始めにいろいろやりたいんだけど、まあ向こうに弓兵がいるんですよ。でこっち騎馬隊で第一陣の最前線を走る騎馬隊って視点から見たらどんな感じなんかなっていうのをね、ちょっと手始めに見てみたいと思います。さあ早速やっていきましょう。よし行くぞ、駆けよう、ノウハンの子らよ、アナゴラルの騎士たちよ、一騎と同に敵を勝って私たちの土地を解放するんだ。うわいいね、あーよそ見しちゃった、うわーいいねいいねすげえ。さあそろそろ敵の前に入るぞ、気をつけろよ、決してひるむな弓矢ごときに、ただ前へ歩むのだ、たとえ私が死んだとしても私の骨を拾いさらに前へ入るやつが、くそ飛んできた、気をつけろ、うわー味方がどんどんやられていく、うーすげえ、やべやべ HP の減りが、くそ味方がどんどん私はダーハー届かねえ。よし今度は弓兵視点でちょっとやっていきたいと思います。よっしゃ頑張ると、どうやって弓引くんだ、 OK 一兵たりとも撃て、上に向けて撃つのか、なるほど、わー当たった、やったぞ当たったぞ、ほらほら動いていいや、うわー敵がどんどん来る、早くどんどん引け、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 来るぞ、やべえどははは一撃今度は、巨大オーガとの対戦をやっていきたいと思います。いや恐ろしい、お前らよく足がすくまないのかよ、なんだあの式の高さは、お前たち不安じゃねえのか、でけえ、くそダメだ、俺は足がすくんで、なぜお前たちは前に進めるんだい、恐ろしすぎる、だだってでけえこんなやつらとお前らは戦っていたのか、一撃だぞ、勝て通常すんのかよ、いやーこっち向かないでーでけえ踏みつぶさないお前らえこんなギミックあった、なんか強なってない、続いて、リアルバイオハザードやっていきたいと思います。走るゾンビ1000人でこっちが、銃を持っている兵士ですね。さあやっていきましょう。うおこれはちょっと人数多すぎたかもわからん、めちゃめちゃ撃つやん、撃て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 、いやでも迫ってくる迫ってくる、いや全然敵死なねえ、さあお前らやつらはゾンビだ、眉間に頭にダメージを与えないと不死身だぞ、くる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 、いやー怖い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 、やだやだやだ、あー奥に入れて、だちょっとゾンビ側で擬似的なちょっと万歳突撃やってみるわ。よしお前たち広告の後輩、この一戦にあり各員奮励努力し敵を打ち滅ぼせ、行くぞ天皇陛下万歳、うわーこんなん絶対生きれるわけない万歳突撃って、お前いやちょっとアホとか言ったらあれやけど、もうちょっとなんか、ああいや生き延びるためのあれじゃねえもんな、死に様だもんな、ダメだ絶対無理絶対無理だよ絶対無理、いやこんだけいたらさすがに届くけど、こんないないからね、いや無理や、まあ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 作戦じゃなくて死に様やから、まあ、しゃあないっちゃしゃあないけど、おしちょっとこれも新キャラなんやけど、サイクロプス相手にリアルドラゴンズドクマやってくるわ。しゃあ行くぞ、
うわ危ない、いい石投げてくんのけ、だいった、え50だ、あつえ200ダメージ入ったの、化け物かよこいつ、あかんあかんあかん、ちょっとポン召喚せなあかん、これよしよし、ちょっとねポンを召喚した、うん、左右に弓兵配置して前方に盾マンでちょっと時間稼いでもらって後ろから俺が攻撃するわ、よしサイクロプスを討伐するぞ、うらっ前進前進、やべもう やられたの、まずい、あと一発抜けたの、もう死んじゃう死んじゃう死んじゃった、あやばいやばい、お前ら何してんの、弓撃ってる、よしよし任せろ任せろ、 お前じゃねえ、なんで観客になるんだよ俺、えなサイクロプス強え、よしこの近距離やったらすぐに攻撃が入るからね、さすがにサイクロプス倒せるやろ、いくぞ前進、うらうら、よしよしダメージ入ってる、おらおらおら、くぅやばいなこんな強い、ドグマやったら最弱やぞ、いけるやろいけるやろ、ほらよしダメージ入ってるダメージ入ってる、殺せ殺せ、頭が弱点やから、ほらあ狙いすぎたのか狙いすぎたのか、結構精度悪いな弓矢、まだしなんか、いい加減に、やっくれどっちの精度が強いか、うわあ危ねえ勝負だ、まだか、いや怖い怖い怖い、早く早く、怖い、やめて、あ外した、いやあ強い、こいつマジで、は最強じゃねえか、さすがけだものやな、いやポンがあかんわ、よし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 、手前に重装備兵を置いたからこれでいけるんちゃう、さすがにいけるやろ、いや俺向くのかい、ふざけんな、おらおらおら、よしよし立ちまくれ、おら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 、よしよしよしやったやった、やっぱアーマー必要やな、やっと倒したこいつマジで、死ね死ね、ということで最後にこの荒れ果てた市街地でリアルバイオハザードをして終わりたいと思います、よしアチャーク、精度が悪いんだよな、生き残ろうぜこの世界を、見開いた開けたところに出たいね、足音フォーマーカー、クリア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 、大丈夫長年 FPS やってっから大丈夫大丈夫、さあこれ、うわ来た、いやまずい、いや精度悪い、いやー危ない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 、オッケー開けてる開けてる、さああとはどっから来る、いや来てる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 、やばい危ない、一回下がって、おらやっ、あー死ぬ危ない、さあここまでか俺は完成するのか、